はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ人生にはね、いろんなトラブルがあるもんです。まあその中でもなるべく出会いたくないのが老病死別といいまして、老いること、病にかかること、そして、死んでしまうことね、それから別れること、これちょっと悲しいですよね。この老病死別と、まあ、どのように付き合っていくか、抗っていくか、まあ、ある意味ね、戦いかもしれませんよね。ということで今回はですね、まあ、私も50を前にして、もうちょっとね、10歳ぐらい若返っていきたいなと、精神的にも肉体的にも見た目的にもですよ、若返っていきたいなという気持ちもありますし、体の動きがだんだんね、鈍くなっていくのはトレーニングをしていると感じるんですよ。まあ、最近私はね、この3年ぐらいカンフーの自己流ですけども、稽古をしてるんですけども、やっぱりね、使えば使うほど体は動いていくんですけども、まあ私もね、20歳ぐらいの感覚でちょっとやったらできるだろうと思ったことが、ちょっとやっただけじゃできなくなるんですよね。そしてね、こう棍棒とかを使うと分かるんですけども、棍棒を使うのもいきなり使えたものだったんですけども、最近はね、手首を鍛えないと手首痛めるなとかね、上半身を鍛えないと棍棒がちゃんと触れないなとかね、この剣もそうですけどもね、最近買ったで、上半身をちゃんと動かそうと思うと下半身がしっかりしないといけないなっていうこととか、あと精神をね、しっかりとこう蓄えていないといけないとかね、それから自分の内なる世界に耳を傾けていくとかね、さまざまなことを考えるわけですよ。これまとめるとね、瞑想が足りてないなということに気づきまして、今回ね、ヨガ講師の由美子さん、私と同級生なんですけども、この由美子さんがね、もうまさに私よりもね、10歳も20歳も若い体と精神を作ってるんですよ。もうですんで、そちらの方で私も学ばせていただきながら、お、このタイミングで夏に向けてちょっとね、10キロ痩せたろうかみたいな感じでね、由美子さんにお力借りようかなと思いますね、今回の対談に至ったわけですけども、これ5月の22日の21時からということで、ご開拓をいただきましたんでね、由美子さんといつものように10個ぐらいの Q&A を繰り返しながら1時間前後をね、過ごしていきたいと思います。これね、40代50代ぐらいの方、それ以上の方でちょっと若返っていきたいなとかね、もっと明るく楽しく精神を整えていきたいなって方に向いてるんじゃないかなと思いますんで、もちろんこの1時間の対談をご一緒するだけでね、全部が解決するわけではありませんけども、何らかの方向性、糸口がつかめると思いますので、ぜひね、由美子さんの動画チャンネル登録しながら22日の21時からまたね、 Zoom の対談ライブお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。はい、では今回は以上です。由美子さん、当日よろしくお願いします。